狙われてお,るお二人を頼めるか分かった <laughs> お主に頼み事とは全く尺じゃ。 リッシー様は私が目を離すと、すぐにどこかへ行ってしまうのです。また、困ったものです。では、また。時にセキロ、キワメタカ。おあ確かにな。セキロ。 やはりお主には人斬りの才がある褒美じゃ取っておけしか 行くかセキロではな おぬしか <laughs> それがおぬしの心配顔かじじいはここにいろとエマがうるさいゆえにこうしておるだけじゃ酒をああ気が利くな どれうん <laughs> 酔い先じゃ勝ち戦の時はこうして飲んだものよ芦名衆の皆でな国取り戦の芦名衆 <laughs> 国っりか。はられたものを取り返したまでよ。 それはもともとこのアシナは我らアシナ衆が暮らす地じゃった源から流れいずる水それをこよなく愛する民じゃた <laughs> ゆえに酒もうまいじゃが我らはいたん。 そして弱い民じゃった当然二蹂躙され服従を強いられたずっと長い年月な源の水をまつることすら許されぬ <laughs> そのざまではうまい酒を飲んでもまことには酔えぬ だが世が乱れたああ日の本の乱れがこの人死に絶えぬ戦の炎がひとたびは好機となり国取りを果たしただが今は地にあるねえ <laughs> 皮肉なことよ これをお主わしのやった酒をわしに飲めと言うのか <laughs> 気に入ったもらおうん <laughs> <laughs> やはりこれじゃ時にお主源一郎はどうじゃったどう とは刃を交えたのじゃろうただ強かったそして異様な技をほう巴の雷とは一体 <laughs> それはのう源一郎の死の技じゃなかなかに面白かったであろう死とは巴 あれほどの使い手はそうはおらぬまるで舞のようにあの女は戦うあやつの瞳を覗いておると皆そこに引き込まれるような心地がした者よ <laughs> 見惚れて斬られそうになるなどこの一心長く生きたが あのひとたび飲みじゃ酒をおお、セキ気が利くのお猿酒ではないか,か火を吹くとはこのことやお主 この酒の別の酒別名を知っておるか知りませぬ知らぬかこいつはな修羅酒ともいう、うん、昔わしは修羅をいや修羅のごときものを切ったことがあるそれは一体 切り続けた者はやがて修羅となる。何のために切っていたかそれすら忘れただ切る喜びのみに心をとらわれるのじゃお主の目にも修羅の影があるぞ。うん、せいぜいわしに切られぬよう肝に銘じろ。 セキロ忘れるでないぞ迷えば破れるそれが戦よ一心様は全くたでは